皆さんこんにちは。命を守る参議院議員の川田隆平です。今日は佐々木夏江さんの応援にこの岩切駅前に入らせていただきました。本当にこの県議会議員選挙でぜひこの佐々木夏江さんをよろしくお願いいたします。私も議員になって16年ですが、政治の世界に入って、佐々木さんもですね、経験が長い方です。本当に政治の中ではそうした経験がですね、本当にこの政治を動かしていく、社会を動かしていく大きな力になってまいります。佐々木さんは聞く力がある、本当にそういった政治を、皆さんの声を政治に生かせる、そういった立場で頑張ってきた方ですので、ぜひこれからも再びこの県政の中で社会のために、そして特に生活者、消費者、そして生産者のために仕事ができる人をぜひ選んでいただきますようよろしくお願いいたします。佐々木夏江さん、どうかよろしくお願いいたします。